オリンピック凱旋パレード千田健太は、日本のフェンシング選手。種目はフルーレ。宮城県気仙沼市生まれ。父親は、フェンシング選手の千田健一。宮城県気仙沼高等学校、中央大学卒業。小学校まではサッカーをやっていたが、中学に入ってから父に、フェンシング選手になることを願い出た。その父による特訓によって右利きから左利きに変えた。高校では、父が監督、自らが主将であった。中央大学に進学してから、国際試合での実績を積み重ねた。大学3年時の2006年、フェンシングワールドカップシリーズ、東京大会で3位入賞を果たし、その年のアジア競技大会にも出場。大学卒業後は、地元宮城県に帰郷し、クラブチームに所属しながら、ワールドカップシリーズを転戦し、2008年北京オリンピック、日本代表に選出された。北京オリンピック後、2009年4月にパチンコチェーンのネクサスが新たに創設したフェンシングチームに所属することとなった。2012年のロンドンオリンピックフェンシング男子フルーレ団体で銀メダルを獲得。帰国後、気仙沼市市民栄誉賞を受賞した。ありがとうございます。